ございます。2014年6月23日月曜日、6時5分なんですけども、今4時35分ですね。4時35分になりました。おはようございます。今日はですね、ちょっと事情があり、6時半にはできないので急遽、こんな時間にやることにしました。ひょっとしたらできないかなと思ってたんですけど、ちょっとね、時間があるのでこの時間に。ビットコイン解説本がいきなり映ってますけど、私のあの Kindle、 Amazon の Kindle で販売してる本ですけども、スマホとかタブレット端末とかでも読むことができます。パソコンはちょっとねできないんですけども、スマホタブレットがあれば読みますが、ですね、今日だけ誕生日記念で99円にで今日だけ販売しますということで Amazon さんとやっておるんですが、なんとまだ4時間半ほどしか過ぎてないんですけども、なった途端に急激に売れまくってまして、まあそれまでもかなりね売れてたんですけど、いきなりすごいです。Kindle ストアの有料タイトル4位っていうのは、これ全ての Kindle のやつで4位になって、でしかも、投資金融会社経営部門1位、ビジネス経済部門1位、本の部門ですね、 Kindle ストアじゃなくて本全体でも投資金融会社経営では1位っていう風になりました。ありがとうございます。ちょっとびっくりです。いきなりあの4時間で軒並み1位に上がってくるとはっていう、あとこの有料ストアの1位をねなればなって思いながら、まあ、ともかく99円、今日1日だけなのでよかったらご購入いただければ、誕生日なのでくどい。はい、さて今日は毎日新聞から見ていきたいと思いますけれども、ちょっとね、こちらのニュース、パソコン操作トラブル1400件、業者の無断契約もということで、ですね、だいぶ前に6時5分でも取り上げた話なんですけども、あのパソコン、あれはですね、プロバイダーの乗り換えですね、プロバイダーを乗り換えれますよっていうことなんで、設定がめんどくさい方はこちらでやりますっていうような広告を出して、でリモート操作をするんですね。今って特に Windows XP なんかは、Windows XP じゃない、 XP 以降ですね、今 XP はもうサポートしてないんで、 Vista 7、8あたりはですね、もう最初からリモート操作の機能とか入ってるんで、非常に簡単に遠隔操作とかできます。で Mac の Apple とかにしても、まあそれ以外のやつもそうなんですけども、遠隔操作用のまあ要はサポートするためですね、遠隔でこうサポートしたり、あるいはミーティングをするための資料をねこう見せながらこう説明したりとかできるように、その遠隔操作のプログラムって簡単に手に入るんですね。その辺にいっぱいフリーで、ダウンロードできるようになってるん でそれを使ってですね、いろんな設定をしてくれるサービスっていうのがあるんですよ。で、まあ、それ自身は別に悪いこともないし、で実際私もサポートで使ったりしてます。そのどうしてもその設定がよくわからないとかですね、パソコンの調子が悪いんだけどどこがおかしいのかちょっと見てほしいとかっていう時に、リモートで、相手のパソコンの操作をして、あ、ここの設定が違ってますよねっていうのをこう見ながらねやってたりするんですけども、それを逆に悪用してですね、相手がパソコンに詳しくないということを、要はパソコンの初心者の方とか、あんまりそんな普段使ってない人、高齢者の方とかですね、そういったも人たちがよくわからないのをですね、いいことに、いろんな設定をですね勝手に変更すると。で特にプロバイダーの契約なので、なんかでこう必要のない契約を申し込ませられてたりとかですね、あるいはひどいのになると、そのいろんな ID パスワードを盗まれてたり、そんなことをされているということがあって、でちょっとねそれが消費者センターへの問い合わせが急増しているということです。で、まあ、ここに書いてある全国で1400件で、13年度は12年度の7倍
超えに急増しているということで、まあ、要はなんていうんですかね、そのこと自体遠隔操作でサポートすることはね本当便利で、でね、ちょっと本当になんていうのかな、わからない人には全然わからないので一箇所チェック入れるだけとかですね、そんなことだけなんですけど、それを例えばパソコンサポートセンターの人に来てもらうとなると、もう当然何万円とかってかかってしまうわけですよね、その人件費、まあ、する方もそうですからね、そこに行くだけで行って、そのやることはチェック1個外すとか数字1個変えるだけなので、そこ自体は本当にもう、数分もあれば終わっちゃう作業なんですけども、でもそこの家に行って、でいろんな説明をして、でまた次のところに移動とかってやってると、1日回れるのって本当にね頑張っても3件ぐらいしかやっぱ回れないんですよ。そんな何十件も回れるわけじゃないので、でそうするとそこから逆に考えれば、もうね何万円になったって仕方ないですよね。移動するためのその移動手段の交通費やら何やらかかりますし、でその人の人件費プラス管理してる人の人件費やら何やらっていうことを考えたら、でそれをその遠隔サポートでやれば、その部分のね、そうすると逆に今度遠隔操作の場合だったら1日何件も結構こなせるので、そっちの方がやっぱり効率はいいんですよね。でだからそう考えると受ける方も安くで、人が来てもらったら数万円かかるやつが数千円で済んだりとか、あるいはそのプロバイダーの無料サポートとかそういうなんでできたりするんで、本当にいいのはいいんですよ、お互いプラスなんですけども、ただここに書いてあるようにそういう悪どい業者にかかってしまうと変な設定をいっぱい入れられて、で気がつくと本当は月々の、プロバイダー料金安くなるはずだったのが、なんとかオプションなんとかオプションとかいうのを勝手にこう申し込まれていてですね、気づくと毎月今度何万円払わないといけないとか、以前の2倍3倍の金額の当てだとかね、そういうよくわからない、でまた なぜそうなってるのかっていうの本人もよくわからないですよね。でリモートのサポートの時も一応その確認は取るようなんですけども、確認の取り方が言葉巧みにやられちゃうんで、何がいるのかいらないのかがわからないので、これ申し込んでおいた方がいいですよとか言われると、そんなもんかなと思って申し込んでしまうと後で、すごい請求が来ると、まあそういうことになっちゃってるんで、ちょっとね遠隔操作してる時もしっかりこう確認をして、なんていうんですかね、対面でこうやってる時の契約書にサインするのと同じようなことなので、それをですね、よく見ながらよく確認しながらこうやらないといけないということですね。で、まあ、こういうのが出てくるとですね、本当にもうほとんどの業者の人がもう真面目にねちゃんと良かれと思っていろんなこう、ね、遠隔サポート設定をやってくれたりとかしてるんですけども、それがね信用されなくなるって言って非常にやりにくくなる。私なんかもリモートサポートとかやるときがすごくやりにくくなるし、場合によっては遠隔 その会議とかね、やるのもそれすらもやりにくくなってくる。こう資料を見せながらこう喋ったりとかするんですけど、それすらもねこうやりにくくなってしまうことになるんで、非常にこうなんかこういうのが起きると迷惑が多くなるので、どうにかねこういうのにならないもんかなと思うんですけども、まあそんなことがあるのでちょっと気をつけましょう。気をつけると言ってもそのやってることを見て一つ一つこう確認するしかないんですけどね、この辺がなかなか難しいんですが、うかつにこうあんまり安い業者で、ですぐにこうじゃあそんなのすぐ遠隔サポートこっちやりますよっていうのをあんまりね、鵜呑みにしないようにちょっと気をつけていかないといけないですし、で大手さんだから安心、まあ多分そういうトラブルないと思うんですけども、大手さんでも場合によってはこうね下請けとか二次請けとかにこう出してたりするところで、サポートだけをね業務を出してたりするところもあるんで、そうするとそこら辺のところがまたね、よからぬことを考える社員が中にはいたりする可能性もなきにしはあらずなので、ちょっとこの辺はね気をつけてやらないといけない、めんどくさいことになってきています。
さて、そんなところで、今日はですね、もう4時45分ですけど、こんな時間に放送しました。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。